名古屋駅から名鉄犬山線で1駅の栄駅に来てます。今日はちょっとね、この辺りを歩いてみたいと思います。そこにありますね、米屋の手作りおにぎり、たちさんかな。そこね、すごいです。行列ができてます。早速鮭おにぎり食べたいと思います。おいしい。鮭の塩加減もね、いいし、ご飯がね、ふわふわっていうんですかね、いい握り加減で握ってくれてるんでしょうね。すごいおいしいです。今度はこちらですね、メンチカツなのか旨辛海鮮カツか分かんないんで食べてみます。どうやら旨辛海鮮カツでしたね。ピリ辛が効いててね、いい感じですね。これね、これはまさに酒のつまみにいいです。うまいです。さて、というわけで次はメンチカツですね。いただきます。結構この辺ジューシーです。肉もね、柔らかくて美味しいです。こちら栄駅から歩いて約5分ですかね。熱々うまいたこ焼き弁天さんって言いますね。これね、たこ焼き、お好み焼きが安いんですよね。すごいっすよね、お好み焼き100円。たこ焼きも10個で350円なんでね、ちょっと買ってみようかなと思います。というわけで、たこ焼きとお好み焼きを買いました。合計300円です。お好み焼きとたこ焼きを買ってきました。たこ焼きはね、5個入り200円でしたね。お好み焼きは卵100円ってやつですね。いただきますと。いただきます。中はね、とろとろっすね。醤油味で、これはうまいっすね。ちょっと外寒いんでね、このあったかいのがいいですね。うまい。そして次は卵お好み焼きですね。100円のやつですね。さあ、これはどうかな、美味しいかな。いやー、まだね、熱々っす。指が熱いっす。いただきまーす。うまい。中に卵が入ってますね。そしてまだ熱い。うまいっすね、これも。これで100円ならば、十分元取れますね。というわけでね、お好み焼きと、このたこ焼き、とってもお手軽な値段でね、美味しいんでね、これいいですね。また買いたいです。この緑色の張り紙が気になりますね。280円。おかずのお持ち帰りですね。焼きそば280円。こんな感じですね。なるほど、安いですね。サンドイッチ100円か、安いな。120円。はい。じゃあ、
この、じゃあ喫茶のナポリタンを、はい、350円です。はい、持ち帰りのナポリタンスパです。こちらいただきます。過ぎちゃってる。はい、いただきます。まあ普通のナポリタンスパですね。はい、はい、こちらはね、佐向駅から歩いて約10分ぐらいなんですけどね、この250円弁当屋っていうのがあります。だが屋さんですね。はい、名古屋で一番安いって書いてますね。買っていきたいと思います。結構おかずもありますね。おかず120円。ちょっともう12時過ぎちゃったんで弁当が少ないですね。もうとんかつ系はもうあまりないように思えますが、ちょっと1個買っていこうかなと思います。これにしよう。メニューとしては実際にはこんだけあるみたいですね。ちょっと今日は来るのが遅かったんですね。では長根さんの270円弁当、早速いただきます。まずはこれですね。はい、どうやらチキンカツですね。はい、いただきます。普通のチキンカツですね。ソースはケチャップソースみたいですね。はい、普通に美味しいです。はい、ご飯もいただきます。ご飯も美味しいです。でもちょっと残念なのはこれですね、まあ、きんぴらごぼうはなんかちょっと貧相ですね。なんかね、ちょっと残念ですね。もっとボリューム感が欲しかったですね、これ。はい。こんな感じで。270円にしてはね、十分なボリュームあります。はい。そして味も、チキンカツ美味しいです。